何してんだよ。何してんだって聞いてんだよ。アイナ。人違いではないかな。彼女の名はアイラ。アイナなどではない。名前なんてどうでもいい。ファイターなのを隠していた言葉だ。けどな、これだけは宣言するぞ。あんな戦い方をするお前は俺は許さねえ。倒す。 次のバトルで必ずお前を倒す。アリアン王家の名誉と誇りにかけて。アリアン、やはりあの少年はアリアンの王子アリア・フォン・レイジ・アスナ。あの人アイナさんだったのね。でもどうして嘘の名前を。 あんなえげつない戦い方しとるから、正体を知られたないんちゃいますか。そう、あの戦い方、数えるほどしか会ってないけど、アイナ、アイラさんがあんなことする人だとは思えないんだ。院長もそう思うよね。うん。例えば彼女が着ていたスーツに特別な仕掛けが施されているとか。Gガンダムのバーサーカーシステムみたいな。 ないない。そのようなことしたら選手権の大会規定違反で失格です。だったら他に理由が。理由もクソもねえ。あいつはあの女は戦う相手に敬意も払わねえクソったれのガンプラファイターだ。本当にそう思ってるの。それでいいのレイジ。いいも何もねえ。 あいつは俺たちの敵だ。次の対戦でぶっ潰す相手だ。ただそれだけだ。どうしてこんなことに。きっとそのことを一番強く思っているのはレイジ君だと思う。アイラの状況はどうだ。脳波脈拍ともに正常。 身体的な問題もありません。ではなぜ準々決勝でアイラとエンボディとの同調率が低下した。心理的な問題だと推測します。理由は不明ですが、彼女はガンプラバトルをすることを意識下で拒んでいるものかと。戦いたくない。あのレイジとかいう少年の影響か。我がフラナ機関の最高傑作が淡い恋心程度で揺らぐというのか。 お前の言った通り、あの赤いガンプラが勝った。これで47回連続だ。んでわかんだよ。私も知りたいな。教えてもらえないかな。感じるんだよ。あのおもちゃの周りにキラキラしたもんが流れてるの。その流れでおもちゃが次に何をやるかわかる。どっちが強いのかもね。この少女、 プラフスキー粒子の動きを感覚で捉えているのか。素晴らしい。ガンプラの製作能力でもなく操縦技術でもない。これは第三の才能だ。赤が右に動く。青は下へ。次に後ろ。赤が前へ。青は左。そして敵中率87.3%。青が右へ。驚異的です。 こいつは使える。100%にしたい。やってみましょう。粒子視認率99.97%。エンボディシステム良好です。エンボディ、アイラの脳波と連動し粒子を映像化、ヘッドマウントディスプレイに表示するシステム。超能力に例えるなら予知能力と言えます。未来が見える彼女を 誰も傷つけることはできないでしょう。エンボディが選手権出場の規定に違反する可能性は。彼女以外の者が着用しても反応しません。他人から見ればただのコスプレ衣装です。ついに完成だなアイラ。
お前には時間も金もかかっている。たとえどんな手を使ってでも負けるわけにはいかんのだよ。レイジ。あ、うん、なんだよ、どいつもこいつも。ご機嫌斜めだな。レイジ。フェリーニ。今日のバトルは残念だったな。まったくだ。あとは任せな。あんたの仇、俺とセイで撃ってやるよ。あのクソったりのガンプラファイターを。余計なお世話だ。それとも、そういう理由でも作らないとあの子と戦えないか？相手を憎まなければできないバトルなんてやめちまえ。イタリアの伊達男も落ちたもんだ。こんな青臭いガキと引き分けるた。喧嘩売ってんだな。ようやく分かったが、頭の悪いやつだ。フェリーニー！何をしてるアイラ。訓練の時間だぞ。もうやんない。何よここ、毎日毎日訓練実験訓練実験。やってらんないよ。代価は十二分に支払っている。それでも不満だと言うなら故郷に戻れ。あの貧しい生活に戻れ。分かったよ。その口の聞き方も直せ。分かりました先生。このスーツを着ると頭がしびれる。なんでこんなことさせんのよ。何がガンプラバトルよ。くだらない、くだらない、くだらないわ。私はただ普通に、普通に。苦しいか。苦しければ目を閉じて耳を塞げ。目を閉じれば相手の顔は見えない。耳を塞げば相手の声は届かない。これはビジネスだ。結果が全て。感情も干渉もいらない。お前はただ勝ちさえすればいいのだ。次の試合も、そしてこれからも。もうちょっと優しく。子供相手に何やってんだか。言葉で通じねえならこれしかないさ。男同士ならなおさらそうだ。お人よし。自分への戒めだよ。憎しみではなく、あいつらにはバトルを楽しんでほしいのさ。フェリーニの野郎、どうしろってんだよ。どうしろって。僕に何ができるんだろう。レイジやアイラさんのために僕は何を。母ちゃん、今度こそ大丈夫なんだろうね。ねえ。もちろんですわ会長。もはや小細工はいりません。彼らの相手は腐敗神話を誇るアイラ・ユルキアイネンなのですから。アイラさん、
ル、頑張ってください。応援しています。あの、これお守りなんですけど。受け取ってあげなさい。試合前なのでこれで。はい、ありがとうございました。これからはファンサービスも必要になる。身につけてやれ。はい。ただいまより準決勝第一試合を始めます。いよいよだな。え、生徒レイジ君が来たわ。レイジ君、大丈夫でしょうか。あの人は強いお人です。一緒に戦ったことがあればわかりますやろ。そうですね。あ、セイ。何？やっぱ内中絞っても答えなんて出やしねえ。だからさ、俺は何も考えないことにした。それでいいか。ああ、 Beginning Prophecy Particle Dispersal Field 3 Forest。 イオリ、セイ、レイジ、ダービルドストライク出るぜ。アイナ、あ、アイラだっけ。まあどっちでもいいや。一気に決めろ。さあやろうぜ。バルカンを。砲弾の中に特殊塗料を仕込んだのか。さすが正犯。見えさえすりゃこんなもん。終わりだ。エンボディの数値が。戦え、アイラ。元の生活に戻りたいのか。女は御しがたい。あれはフェリーニさんの時と同じ。何が雇用だ。アイラは粒子の流れが見えている。とどめをさせ、アイラ。いや、
あの光、プラフスキー粒子が増大して。隊長、何か光ってます。ん、ああ、アリスタが。なんだこの現象は。この光、心の光だとでも言うのか。いやいややってたのか。ならやんなきゃいいだろう。ダメ、私には家族も肉親もいないもの。戦わないと生きていけない。勝たないと居場所がなくなっちゃう。居場所なんてどうにでもなるさ。俺もこっちじゃ流れもんだけど、こうして生きてる。そうだ、なんだったらセインチに来いよ。俺も世話になってる。一人や二人増えたってどうってことねえさ。本気で言ってるの？俺はいつだって本気だ。の数値がゼロに。なぜだ。たくよ、悩んでんならさっさと言えよ。正体まで隠しやがって。だってあんなにガンプラバトル楽しそうにしてるのに、戦ったら私勝っちゃうし、そしたらもう今までみたいに。はあ、勝つのは俺に決まってんだろ。バッカじゃねえの。誰がバカですって。バカはあんたでしょ。なんだと。バカバカ、ヒナチョコパンチ。さっきまでベスト書いてたくせによ。してないし、全然してないし。してただろ。してないって言ってるでしょ。シワ喧嘩。楽しめとは言ったが、イチャつけとは言ってねえぞ。ガンプラバトルやめたいんじゃなかったのか。やめるわけないでしょ。あんたをギタギタにするまではね。やめろアイラ。いやよ、あんたの言うことなんかもう聞かない。アイラ、何をしておるか。うるさいジジイ。そこの子供もガンプラバトルに勝ちたかったら自分でやんなさい。は、はい。行くわよレイジ。本気でバトルをやる私がどれだけ強いか見せてあげるわ。上等。そんなもの、粒子を感じる私にあんたの攻撃が通用するわけ。何これ、避けられない。くらえ。これが本当のガンプラバトル。なんだ、私特別でもなんでもないじゃない。委員長、変なこと頼んでごめんね。ううん、他に思いつかなくてダメ元でやってみたんだけど、でも通じればいいなって思ったんだ。アイラさんの祈りがレイジに。俺らの勝ちだな。そうね、今回は私の負けだわ。
それはともかく、さっきの約束守ってくれるんでしょうね。約束？なんだっけ。行くあてないならセインチに来いって言ったじゃない。ああ、あのことか。ちょっと何勝手に約束してんのさ。いいだろ別に。お世話になるねセイン。もう呼び捨て。ピサ君。